6歳だ。どれだ。駐輪券を発行します。よいしょ。車室番号を入力して駐車された駐輪券をお取りください。合ってんのかな。475。いいね、いいね、いいね。さあ飯食いに行こう。ガラガラ、近場、近ガラガラ。今日は1月28日かな。1月いっぱいまでペイペイ 25% 還元なんで、ギリギリまで食べに行きます。外食します。ペイペイの使いどころでね。ではでは、上の階へ行くぜ。イオンの7階です。どこ行こうかな。いつも同じになっちゃうんだけどね。またぐるっと見て回ってみます。では一緒にするぜ。今日はガラガラ。イオンモール専門店の対象店舗、いろいろ見て回ったんですけど、やっぱりいつもの田所商店行きます。ラーメンです。味噌ラーメン、ね、いろいろ見たけどね、もう魚ダメなんだな。ラーメンします。これにしようかな。北海道辛味噌でもチャーシューがね、九州の炙りうまかったな。いろいろ食べたんで、うん、じゃあこれにしようかな。辛味噌チャーシューにしてみます。炙り焼き、お、焦げてるね。うまそう。で、結構ね、肉厚がある。それでね、麺型で、濃いめって言ったら味噌が追加できてます。それと黙ってると出てこないんですけど、なんか胡椒も出てきました。で、ニンニクもあるって聞いたら出てきました。はい、じゃあたっぷり濃いのいきます。まずね、XO ちゃん辛めね、たっぷり入れました。それからね、北海道じゃがいもが入ってますね。で、ひき肉少々、ニンニクちょっとですね。で、もやし。麺は、あ、いつも同じ。あの、加水の、中太麺の、辛味噌ですね。で、あとは追加味噌とニンニクを足して食べていきたいと思います。ニンニクをたっぷり入れました。帰ってもう、寝るだけだからね。こんな感じですね。で、あと胡椒を、胡椒たっぷりです。たっぷりね、ニンニク入れたんでかなり濃厚ですね。で、チャーシューいきます。この分厚いナス、炙ってあるんで、外側カリカリ、中はね、結構油がじゅわーっと出てくる感じですね。溶ける感じではないです。美味しいですね。